い、皆さんこんにちは。大和隊員が行くペット発掘したいのコーナーです。今回はですね、あのコーナー始まって初めての、ね、お尻が歩く姿のお尻が可愛いコーギーちゃんを取材できることになったので、一緒にちょっとお散歩に同行させていただきたいと思います。それではもうね、待ち合わせ場所にいるかもしれないので早く行きたいと思います。それでは行ってきます。あ、東野さんこんにちは。ね、あ、ほなちょっと今あのね、稲荷くんと言るんでね、お名前は稲荷くんです。あなんで稲荷くんっていう名前になったんですか。色がこれあの稲荷色だと思うんですけど。お稲荷さん。あのこれからちょっとお散歩に一緒に行くんですけど、あの普段ここら辺歩かないとのことなので、稲荷くんが行きたいようにね、一緒に行こうと思います。それでは行きましょう。お散歩って普段ってグリーンタウンのこっちの方が多いんですか。はい。あ、そうなんやね。うち、ここはあんまりここ通るぐらいで、本日は特別ルート、今日は気ままに稲荷くんと触れ合っていきます。やっぱこのね、お尻がね、好きなんです。そうなんですよ。あ、かわいい、あ、かわいい。稲荷くんの種類はコーギー。コーギーといえばやはりキュートなお尻がチャームポイント。歩くたびにフリフリ揺れる動きとフォルムがとっても可愛いです。足がこう、なんだろう、こじんまりとした種類のワンちゃん、猫ちゃんもめちゃくちゃ好きなんですよ。私はちょっとコーギーの子を取材してみたくて。お尻たまらんな。でもこうなかなかね、大きいよね。そうなんですよ、ちょっと大きめですよね。頭一つぐらい大きいと思います。コーギーにしてはね。そうよね。いやでもね、やっぱちっちゃい子もいいんですけど、小さい子ももちろん可愛いんですけど、この適度な丸みがいいんですよね。稲荷くんはリードもし私が持ったとしても一緒に歩いてくれますかね。あ、行きません。稲荷くん行く？行きます。あ、ほんまじゃ。すいません、ありがとうございます。はいはいはい、はい、あ、かわいいな。なあ、東野さん後ろおるけん気になるな。なあ、いつもと違う人が必要で。人が大好きで優しい稲荷くん、私がリードを持っても一緒に歩いてくれます。なんかすごいよく人の顔見てくれますよね。なんかいいことだいたいわかるから。そっか。いや、この間も初めてお会いしたときね、なんかあのこうありがとうございましたバイバイってこう稲荷くんに寄った稲荷くん後ろフイって向いてくれよったけ。変でした、変でした。かわいいな。はい、来たさん、はい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 、稲荷くん、ありがとうね、ありがとうね。そんな帰りましょうか。ありがとうございます。すいません。ちょっと慣れた、違うね。ちょっと慣れてきた。なんでていい。一緒に歩いてくれたお礼を伝えたくて撫でようとしたら突撃。しかしこの突撃、幸せな重みです。なあ、かわいいなあ。魚ちゃん、魚のおっと、魚のおっと、うわ、あ、すごい、ちょっと重そう。はい、ではですね、次はですね、あの私と坂東カメラマンがこうしゃがんで並んだら、稲荷くんは
どっちに向かって一番で来てくれるのかっていうのをちょっと検証したいと思います、はい、いつもカメラマンばっかりが人気なんでちょっとここで雪辱を晴らすべく、検証しますのでそれでは行ってみましょう。はい、はい、あと1つどっちでもいいよ。ヤモト雪辱を果たせず。流れとしてはお約束なんですがちょっとだけへこみます。嬉しいけど嬉しい。人が好きね。人懐かいけんね。大体誰でも行くんやけど。でもやっぱ最初は悲しいかな。ついちゃいだいぶ慣れてくれましたね。なんか。はい、まあ、お姉ちゃんとこ行く。ねえ、こうやってもらっていいかな。ほな、せっかくなんで、いなりくんの写真をね、撮らせていただこうと思います。よしよし、行くで。撮るで、スマホで写真。あ、ほんまじゃ、逃げる。あ、カメラおるん、緊張する。いなりくん、カメラが苦手。カメラを発見すると、ぷいっと顔を背けてしまいます。あんまり負担もかけたくないので、ちゃんとベストショットが撮れるか心配です。おじわりする？おじわりしとって。あ、かわいい。東野さんも協力してくれます。怖い。いや、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 そう。しまいには東野さんの腕の中に隠れてしまいました。ごめんね、いなりくん。ちょっと待ってね、見てみますね、何撮れたか。あ、でも、だいぶこの横顔綺麗に撮れてません？いけるの？これね、あ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 、これ笑っとうね。これがあるで。ちゃんと撮れとる。あ、バッチリ。そう、横も結構綺麗に撮れてます、はい、なんとかカメラに収めた今回のベストショットはこちら。いなりくん、カメラが苦手ながらしっかりと目線をくれていました。にっこりと笑っているような表情とピンと立った耳が可愛い貴重な正面向きのショットです。いなりくん、東野さん、本当にありがとうございました。はい、このヤモト隊員が行くペット発掘したいのコーナーではエリア内のまだ見ぬペットちゃんを探しています。興味のある方はぜひQテレビのヤモトまでご連絡ください。それではまた次回お会いしましょう。さようならー。